始まり始まり、今日の焦点北九州。お題は日本各地と航路でつながる客船の誘致。高速船のクイーンビートルがこの春博多門司港間に就航しました。クイーンビートルは博多と韓国プサンを結ぶために導入されましたが、コロナ禍で国際航路が運休、新たに国内で不定期便として運航することとなり、その第1弾として門司港航路が選ばれました。これがクイーンビートルの船内です。広々として開放感いっぱいです。ショップで買い物できたり、デッキに出て眺望を楽しんだりもできます。クイーンビートルの就航により博多と門司を結ぶ新たな交通手段が加わりました。船旅の魅力が加わることで福岡周辺から新たな観光客を呼び込めることを期待しております。クイーンビートルで門司港に訪れた人の感想は、船内広いし快適だし、新幹線とかと違った楽しみ方があって、すごくいい2時間過ごせたかなと思います。今から焼きカレーを食べに行きます。北九州市は客船の誘致に力を入れています。5月にはクルーズ船日本丸、6月にはパシフィックビーナスが門司から出港しました。市外からも乗船のために多くの人がやってきました。仙台からです。我々だいぶ何回か乗ってるんですが、その船に乗るのも楽しみですが、その出港口で前日に来ていろいろ観光して歩く、それも一つの楽しみだったんです。この船に乗る、このツアーに参加する、門司に来てみたいっていう、それが楽しみなんです。9月には再び日本丸とパシフィックビーナス、10月にはアスカ2の門司港発着クルーズが予定されています。客船の誘致は地域経済に大きな効果をもたらします。一人でも多くの方に本市を訪れていただき、北九州市の魅力に触れていただければと思います。また北九州市にはたくさんの観光資源があります。北九州港のポテンシャルを生かし、今後も客船の誘致に取り組みたいと思います。今日の焦点、経済効果や町の魅力発信につながる北九州港への客船の誘致。新たな北九州発着クルーズにも乞うご期待。